はいどうも、発狂マシンガンのアシです。今回は今週の復刻ガチャ予想ということでやってまいりました。これね、最近復刻ガチャが4週連続ぐらいできてるんじゃないかなということで、次も復刻あるんかな、どうなんやろ、絶妙なラインなんですけど、まあ、あった時用にね予想をやっていけたらなと思います。ガチャなかったら本当にごめんなさい。まあ、ちょうど7周年のタイミングと被ると思うんで、ちょっと絶妙なラインです。マジで来るかどうか、まあ、怪しいっちゃ怪しいんですけど、 50% ぐらいなんかな、来るとしても。まあ、来る 50% 来ない 50% ぐらいなんかな、わからんけど、まあ、でも僕はね、なんとなく来るような気がしてるんで予想やっていきます。で、まあ、最近の復刻見てたらね、まあ、結構法則とかもで、まあ、結構予想はしやすいんじゃないかなということで、やっていけたらなと思います。今回、まあ、もしかしたらリーク情報ちょっとだけ含んじゃうかもしれないんで、まあ、そこだけ気をつけてもらえたらなということで、最初に良ければチャンネル登録と高評価本当にお願いします。やっていきましょう。ということで、まずはね、復刻の振り返りからやるんですけど、まあ、最初ビルズから始まって、まあ、ビッグタイムしてきて、まあ、そこは一旦置いとこう。そこはあんま法則とかなく来てたんで、一旦置いといて。まあ、その次、まあ、フリット来てましたね。フリット、セルジーニョ、シェフチェンコって感じでガチャ来てました。ミランのエピックって感じでしたね。まあ、もともとはフリット、セルジーニョ、ピルロっていうガチャだったんですけど、まあ、ピルロのとこをシェフチェンコに変えてミランガチャにしたって感じですね。で、まあ、今回で言うと、アーセナルエピックになってますね。ビエラ、ジューベルト、シューバ、ベルカンプということで、まあ、元々はビエラ、ジューベルト、シューバ、チェフって感じのガチャだったんですけど、まあ、チェフのとこをベルカンプに変えて、まあ、アーセナルのエピックにしたって感じなんで、まあ、次来るとしても、まあ、そういう感じで、まあ、入れ替えて、クラブチームのエピックって感じするんじゃないかなと思っております。で、まあ、パートナークラブのやつが来ると思ってるんで、残りで言うとバルサ、インテル、バイエル、まあ、ユナイテッドも可能性あるか、まあ、ユナイテッドとか、まあ、そこら辺になるかな。アーセナル来たし、まあ、バイエルンもまあ復刻あるんか、ルンメ、ウリヘーネスとかワンチャン、いやでもちょっと期間早い気がするけど、どうなんやろ。まあ、インテルはまあ全然ありそう。そういう感じで、まあ、パートナークラブのチームの、まあ、エピックって感じで来るんじゃないかなと思ってますね。で、まあ、もう一つ、まあ、法則っぽいのありまして、まあ、このアーセナル今来てるんですけど、この週の月曜日に来たの、こちらイングリッシュリーグアタッカーズということで、どっちもプレミアリーグな、それ法則であるんじゃないかなと。で、前フリット復刻した時は月曜日はイタリアミッドフィルダーネドベド、アルベルティーニ、ダービッツ来てたということで、まあ、そのリーグで来るんじゃないかなと。なんで、まあ、その週の月曜日に来たリーグの復刻が来ると言っていいんじゃないかなと。まあ、明日月曜日に来たガチャのリーグのチームが来るっていう感じが、もう日本語ちょっと下手すぎてね、うまく伝わってるかわからんけど、来る可能性が高いよと。まあ、ただね、コナミさんね、意外と急に変えてくるっていう時もあるからね、法則あるやんって思って予想してもね、なんかその次変えてくるっていうのたまにあるんでね、確定とは言えないんですけど、まあ、一応今はそういう法則できてますね。まあ、次の月曜日、まあ、リークでね情報出てるということで、それ見て予想やっていこうかな。はい、ということで来週の月曜日、まあ明日ですね、5月13日月曜日に来るガチャがこちら、イタリアンリーグですね。ということで、5月16木曜日、復刻あるとしたら、まあ、インテルが一番可能性高いのかな。うん、法則的に考えると、インテルの復刻っていう可能性が、まあ、一番高いんじゃないかなと。まあ、僕はね、ずっと次バルサやと思ってたんですけど、まあ、月曜日イタリアで来るってことは、まあ、木曜日、まあ、インテルが一番可能性高いんじゃないかなと。まあ、一応インテル予想でやっていこうかな。ということで、まあ、インテルでブースター来た選手見ていきましょう。まず一人目、スナイデル。いや、これ結構可能性高さやね。スナイデルは結構最初の頃に来てたし、まあ、時期的にも、まあ、一番可能性高いかもしれん。まあ、インテルも多分意外とブースターで来てる選手いるよね。って感じで、まあ、スナイデル、だいぶ可能性高いんじゃないかな。マジで初期の方やったよね。いや、これ欲しいよな、普通に。このスナイデルね、結構いい能力しとるんよね。って感じで。いや、これ復刻してくれたら俺結構嬉しいかもしれん。いや、これ復刻してほしいな。マジで強いもんな、ほら。めちゃくちゃいい能力してるんよね、スナイデル。まあ、大体こんな感じの能力で。まあ、僕持ってないんでね、ちょっと欲しいですね。逆足も最高最高なんか。いや、スナイデルこれいいっすね。ということで、お次、インテルで言うと、こちらマイコン。いや、これも可能性高そうやね。時期的にも、ま、意外と前の方なんじゃなかったかな、多分。まあ、結構時期も空いてる気がする。いつやったかな、これ来てた。まあ、詳しく覚えてないけど、多分結構期間空いてると思うんで、
マイコンもいけるんじゃないかなと。でマイコンもね普通にいい能力してるんよね、まあ、攻撃的サイドバックで、まあ、足元系守備系スピシュンしっかり高くて、まあ、全体的に80乗ってくる感じで、まあ、シンプルに攻撃的サイドバックとして優秀な能力値してるんで、シンプルに復刻してくれたら嬉しいですねこれ。いやいいっすね、マイコンスナイデル入ってるガチャやったら俺普通に嬉しい俺どっちも持ってないからね、僕的にはめちゃくちゃ嬉しいっていうガチャになってますねこれ、このまま来たら。でまあ後候補で言うと、ミリート、まあ、こちらもどうなんやろうね、結構最近やったか、最近やった方やけどどうなんやろ、出せるんかな時期的に、あんま関係ないんかな時期は。ミリートいつ来たっけ、1月の29ということで、まあ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 復刻するのはまあ結構期間も空いてるか、空いてるっちゃ空いてるし、まあ出せんこともないかって感じで、まあここもありそうかな、まあ、インテルやったらやっぱここあるんじゃないかな、まあ、ミリートはまあそこそこか、能力的にはまあ悪くはないって感じですね。うん、だいたいこんな感じで。カンビアストもいるやん。あ、カンビアスト時期的にはありそうかな、結構前やったよね確か。カンビアストも結構前だったと思うんで、まあ、可能性ありそうですね、まあ、カンビアストはちなみにセードルフ、ゼロベルトと、まあ、ヨーロッパミッドフィルダーで来てるんかなって感じで、まあ結構前だったと思うんで、いや、カンビアスト結構ありそうやな、インテルやったら。まあ、意外とインテルでブースター付きの選手もいるんやな。まあ、カンビアストもね、能力的に悪くないしね。カンビアストありそうやな、これ。いや、普通にいい能力してるんや。で、あと、ベルゴミいましたね、ベルゴミ。いや、ベルゴミどうなん、期間的に。1月8日にベルゴミ来てるということで。まあまあ、期間的にはまあまあ空いてるけど。いけるっちゃいけるか。いや、ベルゴミどう、ワンチャンあるか、復刻。まあ、ガチャを熱くしたいならベルゴミ出したいよね、そら。もちろん強いからね。まあ、ベルゴミ出したいよね、コナミさん的には。もちろんガチャ引いてほしいと思うから、ね。まあ出してきたら結構熱いですね。で、まああとアドリアーノとかもいたり。まあ、アドリアーノは結構最近かな、うん、結構最近やった気がするんで。まあ、こう中やった可能性低いかな。まあ、インテルのブースター付きで言うと、こんだけですね。ガチャ予想むずいっすね、これ。なんかスナイデル結構可能性高いと思うんやけど、スナイデルね、一応データ入ってるよね、次のスナイデル。感じなんで、ここで復刻するんかな、どうなんやろ、絶妙やな。で、まあ、マイコンもありそうやけどね。期間的に考えると、スナイデル、マイコン、カンビアストが一番ありそうやけど。まあ、期間で考えるとこの3人やけど、いや、ガチャ的にはベルゴミ出したいよな、多分。ベルゴミ絶対出したいよね。インテレとはこう中から来るって感じなんで。まあ、一応最終的にガチャ予想するとしたら、いや、どう、ベルゴミむずいな。まあ、ガチャ予想するなら、スナイデル、マイコン、ベルゴミ。いや、このガチャやったら俺結構嬉しいなっていう願望込みやけど。願望込みやけど、このガチャやったら嬉しいです。まあ、スナイデル、マイコン、カンビアッソーも全然ありそうやしな。インテルもね、ブースター付きのエピック結構いたんで、まあ、出せるでしょう。まあ、来週木曜日の復刻あるとしたらやっぱこのインテルになってくるんじゃないかなということで、メンバーの候補で言うとこんな感じでした。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は、まあ、来週木曜日の復刻ガチャ予想やっていったんですけど、まあ、法則的に考えると、まあ、次はインテルのエピックだと思うんで、まあ、悪くないメンツやったね。思ったよりなんかインテルいい選手いて、いいガチャにもなるんじゃないかなと。まあ、個人的にやっぱ持ってないスナイデル、マイコン来てくれたらワンチャン引くかなって感じで、まあ、これからも復刻続いていくんかな。まあ、来週木曜日このインテル来たらもうちょい続くんじゃないかなと。まあ、来やんかったらちょっとどうかなって感じですけど、まあ、来週も来たらとりあえず現役ビッグタイムで来たことあるチームは復刻するんじゃないかな、わからんけど、まあ、パートナークラブは復刻するって感じだと思うんで、まあ、来週来るか来ないかで、まあ、結構変わってきますね。ということでご視聴いただきありがとうございました。今日はチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。